こんにちは、加藤です。今日はですね、また、生徒さんが持ってきてくれたモチーフシリーズなんですけれども、これ、ちょっと真上からで見えにくいと思うんですが、わかりますでしょうか。これ、ボケの枝を切って持ってきていただいたんですけど、ボケの花が一つだけつぼみから咲きました。昨日咲いたばかりなので、今日はこれを絵にしていきたいと思うんですけど、ちょうどね、この葉っぱがね、邪魔な場所にこうあるんですね。で、こういった自然物でよく、いいところに謎のこうものがあったりするときには、ちょっとね、切っちゃいましょう。こんな感じで。多分、こういうのって、ボタニカルアートをやる方にとっては、切っちゃいけないってことになるのかもしれないですけど、私は切っちゃいます。この、ちょっとね、絵にしにくいところだけ、2枚ほど。これでどうでしょう。こんな感じで。全部を入れるのは結構大変なので、この部分、花とつぼみがいくつか見えて、枝にこう、新芽が、葉っぱがですね、出ている感じ。これをこう、ちょっとこう斜めから見た。こういうアングルで描いていきたいなと思っています。準備ができたところで早速行ってみようと思います。今日用意したのはステッドラーの、ちょっと固め F。前回 B 使ってたと思うんですが、今日は少し固め、このね、F っていうのを知らない方いると思うんですけど、位置的にはこんな感じです。B、H、B、F の、HB より少し硬いやつ。F を使って書いてみようと思います。はい。では早速行ってみましょう。位置的にはこの辺で、ここに花が来て、つぼみがちょっと来て、枝がこんな風に通っていて、今回はこの下にあるガラスの瓶は特に書かずに、花とつぼみ、そして葉っぱが少し、この辺りをメインに、この辺ですね。この辺をメインに、枝は途中までを描いていこうと思います。と言いつつ、ちょっと今こう線引いた感じなんですけれども、やっぱり少し F は硬いので、B に持ち替えます。ステッドラーの B でいこうと思います。はい。前回よりも少し硬めの鉛筆ですね。B に比べてちょっと硬め。はい。この辺にボケの花、すごく何重にも花びらが広がっているんですけど、中心部分は少しくしゃくしゃしている感じですね。この辺。そして、葉っぱが、これ一箇所の枝の一部から、すごくこう何枚も何枚も出てきてるんですね。そして、まずこういう感じで全体的に、全体のこのピンク色の範囲を、花のピンク色の範囲をシルエットで、まずは見ていきます。ネガとポジって前にお話ししたと思うんですけれども、ピンク色っていう一つの塊でですね、ピンク色っていう単位で、ちょっと区切って見てみます。この部分がピンク色。そしてここが葉っぱ。手前に出てくる葉っぱ。そして茶色い黒っぽい枝、向こうの葉っぱ、つぼみがちょっとだけ覗いている。こっち側にも新しいつぼみが、まだ結構硬そうですけれども、つぼみがある。で、手前の葉っぱ、ここまでを、手前の葉っぱここまでを絵にしましょう。瓶の口までちょっと入れときましょうか。区切りが悪いんでね。瓶の口がこの辺かな。楕円がこう来て、これ向こうの端、これ手前の端。斜め上から見下ろしているので、瓶の、厚い瓶のガラスの口の部分がこんな感じで。ただ、あまり深追いはせずに、この口の部分までに、しておきましょう。でもこの斜め上から見下ろしたこの瓶の形も面白いですね。なんか不思議な
不思議な形していて、ただまあここまでにしますね。で次に、花の上側を少しちゃんと見ていきます。ここに小さい葉っぱ、裏側の葉っぱ、一番長息の長い線のシュッとした、これは新芽というかワカメ、そしてここにもシュッと一枚、こっち側に向いてもシュッと、最初はこんな風にラフに描いていきます。くねくねしたふにゃふにゃした線なんですけれども、葉っぱの柔らかさというかくねくね具合に応じた自由な線というか楽な線を心がけて、でもし違っていても気にしないで新たな線を上書きしていきます。どんどん上書きしながら一番いい形を探していきます。はい、1回目書いた線が実はもう一回見直したら違っていた、ずれていたっていうのが今ここですね。最初の線よりもちょっと左上に伸びました、この辺かな。そして枝がここら辺まで、枝がちょっと見えている、茶色というかほぼ黒に見えるボケの枝です。ボケの枝がここ黒くちょっと見えている、ここは裏側ちょっと見えている、手前の葉っぱで隠れている。はい、こんな感じでしょうか。はい、大体の位置が決まったので、この辺りで余計な線を少し消します。練りゴムで撫でるような感じで、そしてちょっとトントン押し付けるような感じで、でこう押し付けるとこうやって黒くなるんですね。黒くなったら綺麗なところを出します。そしてまたトントン余計ないらない線を消して、でこう黒くなってきたら新しいところを出します。といってもまあラフなスケッチなので、この程度トントン押さえたら、はい、結構黒くなりましたね。こんな感じでこれ内側に練り込んじゃいます。はい、大きな位置と配置、そして枝がこんな風に刺さっているぞっていうのが分かったので、はい、ここからそれぞれちゃんと描写していこうと思います。あくまでもメインはこのピンク色というかサーモンピンクのようなボケの花びら、中心部分に向かってこうくしゃっとしているこのくしゃ感がうまく出せるといいかなと思います。はい、ちょっと落ち着いて書き進めていきましょう。まずね、ピンク色の外側、ちょっとシルエットをですね、ちょっと丁寧に追っかけます。ここから向こうへ入って、上、ぐしゃっと、外側の花びら、次の花びら。この一番大きい花びらは内側に回り込んでいて、外側の花びらに包まれていると。最初から一枚一枚描こうと思わないで、とりあえず今この外側の輪郭をつなげてみているところです。で余計な線をちょっとこう整えながらというか消しながら、徐々にいい線だけを残していきます。こんな感じかな。この花びらが結構大きいんですよね、この外側ので、次の花びらがここから始まって花全体をくるむように手前へ向けて、こんな感じで、で、上中下の花びらはこの中でも一番クシュッと少しこう縮れているというかよれているような、少し形状が歪んでいる、そういった花びらで、どうなんでしょう、これ桜とか桃とかと違ってボケ特有のくしゃ感なの、くしゃ感っていう言葉があるかどうかわかんないんですけど、感じかもしれないですね。はい、ここからここまで見てきました。でここは手前の花びらにちょうどかぶさって、ここが奥になるので、手前の花びらもこれもやっぱりこうちょっとくしゃ感があるんですね。クシュッとしていて向こうへつながる、ここの中がこれ内側
で広々と外側に広がっている花びらの内側にまた新たに、これはねガーベラとかそういった花びらのいっぱいある花の中でもちょっと花びらの付き方の秩序というかルールが分かりにくい、結構不規則な花びらの並びをしている花だと思います。このボケはですね、まあ、品種によってちょっといろいろ違うんでしょうけれども、このボケの花に関して言えば結構秩序が分かりにくい不思議な花びらのこう集まり方というかしてる感じがします。で、それがこの今回のボケのこのボケの特徴だと思うので、正直に追っかけていきます。見えている形線を正直に捉えていきます。ちなみに今ここ何やってるかっていうと、こっちが明るい、こっちが暗い、光と影の境目を少しこう、なんて言うんでしょう、ハッチングっていうんですかね、鉛筆で境目をここら辺に設定しています。ここからが影の仲間、少し暗くなる裏側ですね、裏側、ここからこっちが、こちら側が白くて光が当たっている透けて見える花びらの先端側になります。はい、こんな感じで形を外側から内側の花びらに向けていくつか区切りながらですね追っかけていってみます。ここもこの花びら1枚なんですけど、この辺がそのくしゃっとしてるんですね、くしゅっとしていて少しねじれたようなよじれたような感じで裏側に巻き込んでいく、光と影の境目、ここからが裏なんですけどちょっと形に区切りをつけて鉛筆の先を使って調子をつけておきます。はい、だいぶ進んできました。ここの上の花びらも一緒に描いてみましょう。面白いですね。このちょうどキャベツの、くるまれてるキャベツみたいな感じで、内側がちょっとこう、くしゃっとしている花びら。これがまた次の花びら。で、その向こうの花びらがこのあたり。キャベツに似てる感じがしますね。皆さんで、キャベツを描いたことある人ってそう多くはないと思うんですが、キャベツっていう課題、モチーフは非常にいいモチーフで、私は予備校で教えている時は受験生にはよくキャベツを描いてごらんと言っていたんですが、その理由はですね、くるくるぐねぐね脳みそみたいになっている内側の筋がキャベツ特有のありますよね。あれをね、克明に、描くときには包丁で真っ二つに断面ちょん切った方がいいんですけど、それを克明に描いていくだけで絵になってくれるんですよね。無心になって中の脳みそみたいなのを追っかけていくだけで、どうしてやろうっていう、こう、作為をあまりこう、考えなくても、練らなくても、どうやって料理してやろうとか、調理してやろうって考えなくてもいい。逆に言えば正直にくねくねの中のシワみたいなものを正直にこう追っかけていくだけで絵になってくれる、非常にこう作者を助けてくれる課題というかモチーフだと思っているんですね。なのでどんなものを描いていいかわかんないとかね、そういう人には形の複雑でそしてこうなぞることに没頭できるようなそういったモチーフをあえて選んで描いてみることをお勧めします。結構絵を描いていて頭でっかちになる人って多いと思うんですけれども、そういった方には無心になれる課題というかモチーフっていうのはそういったスランプというか困った時の一つのきっかけになったりするので、騙されたと思ってそのキャベツをスーパーで買ってきて描いてみてはいかがでしょうか。思ったよりも絵になりやすいというか助けてくれるので
結構脱出するためのアイテムとしてはあのトンネルというかね、どこかこう迷い込んだ人にとっては非常にこういい課題になると思います。というこうおしゃべりをこうずっとしながら中に向けて徐々に徐々にこう複雑なその駆者感を意識しながら書き進めているわけですけども、ここはすごく色がね綺麗なんですよね。外側がピンクが濃くなっていて、この外へ行けば行くほどですね、花びらのピンクが濃くなっていて、内側に行けば行くほどピンクが徐々に白に近づきながら、中心部分はなんかねグリーンっぽい淡いグリーンというか少し黄色みがかった新芽みたいな、白から淡いグリーンになりかけてるかなっていうような、そういった色味なんですね、この中心部分。ここはね絵の具でこう表現するときに非常にこう面白いこう色を出してて、まあちょっと悩むんでしょうけれども興味深いところだと思うので丁寧に形をかけていきます。はい、ここは中心に向けて少しこう筋が感じられる。そしてこのシワというかくしゃ感が少し見えるところ、花びらがぐるっと巻き込んで、まあここまでにしときましょう。わかりますかね、ここからここまでが花なんですけど、花以外を少しね余計な周りの線を少し消しておきます。はい、こんな感じにしておきましょう。はい、これでこの部分、花の部分一応仕上げ完成にしたいと思います。でよく見るとここにね小さな葉っぱが向こう側、小さいけれどもちょこんとあって、手前に向けての葉っぱが1枚、ここですね、ぐっとぐっと緑色なんですけどちっちゃいのが、その向こうがこの細っちいけれどもすごくこう伸び伸びと伸びた新芽、わかめの先端はジグザグというかトゲトゲです。細かなトゲトゲでギザギザギザとこうなっています。ここから細く、はい、こんな感じで、でまあ、こうやって何回か、下書きシリーズというか鉛筆による着彩の下書きみたいなのをやっていますけれども、実はこれですね、近いうちにできればちょっとデータ、この下書きをですねデータにしてダウンロードできるようにしたいなと思っています。それで、後日今度は着彩バージョンの動画を、そしてできればその後日ですね、ライブでこの下書きを皆さんそれぞれ画用紙とか水彩紙とか、家庭用のあのインクジェットプリンターでプリントアウトしといてもらって、で同じ下書きを見ながらですね着彩を一緒にできたらいいなと考えていまして、そのためのまあ一歩というか準備なんですね。とりあえず今ここやってここで書いているこの下書きを元に後日皆さん同じ下書きで着彩の練習をできるようにと思っています。あのどうしても形取るのが苦手とか花が花になってくれないって言ってその下書きで嫌になっちゃう方結構多いんですけれども、もしこうやって下書きがある程度もあった上で始められれば絵の具の勉強を先にやってもいいと思うんですよね。あの下書きができないから絵の具がつけられないじゃなくて、とりあえず絵の具のつけ方というか混色の仕方、前に挙げましたが混色と重色の使い分けとかそういった絵の具の楽しさを先にこう味わった上でもうちょっと自分はデッサン力がアップすると自分の描いた下書きに色がつけられるなとか、そんな風にステップアップしていく、そういう順番でもいいかなと思っていまして、とりあえず
ベースになる形がないことには色が塗れないので、ここで下書きを用意してですね、であとはこれをプリントアウトして各自用意しといてもらって、で最初はやっぱり動画になるかな、でできればいつかライブで同じ時間でですね、一緒にこう絵の具がつけられる、そういった機会を持てたらいいなと考えています。そうすると結構リアリティがあっていいと思うんですよね。同じことを同時にこう皆さんやるっていうのもね、面白いかなと思っていまして、ちょっといつな、そのライブに関してはいつになるかわかんないですけれども、まあ、将来的にですね、やってみたいなと思っています。まあ、そのための下書きということで、これまで何枚か下書きだけをして色を全然つけてないのがあるんですけれども、そういった、データとしてですね、最初に色をつける前の下書きデータとしてちょっとね、ダウンロードできるように画策していますので、それはちょっと条件が整うというか、準備ができるまで少しお待ちください。またその準備ができた段階でインフォメーションしますので、はい、こんな風になりました。当初に比べて、当初ここに口の部分があったんですけど、ちょっとね上に上がっちゃいましたね、この辺に。これが今回瓶の口です。瓶の口のガラスの部分、当初ここだったんですけど、書いてるうちに上に上がっちゃいました。形がちょっとねずれちゃいましたけど、もうこれはもうこれでいっちゃいます。そして右下のこのまだ小さすぎるくらい小さくて硬いつぼみを書いて、このあたりのバランスを取ろうと思います。はい、これもねすごくこう例えにくいピンク色してるんですよね。すごく、なんて言うんでしょう。サーモンピンクというか、オレンジ味が少しあるピンク色で、非常に綺麗な色をしています。こういった色もね、最初皆さん何色を使って、何色を混ぜたら作れるのかっていうのがね、最初のうちって想像しにくいと思うんですよね。それが、この、下書きをもとにっていう、色塗りの練習をすることによって自分が絵を描くときに迷わずに済むっていう風になったらいいなぁと思っているんですが、まだね条件整っていないというか準備ができていないので、できるまでもう少しお待ちください。はい、こんな感じにしておこうかな。ここは瓶の口、ここは葉っぱで光が当たっているところ、当たっているところ、これ何枚か葉っぱありますけれども、形区切っておきます。でこの葉っぱが一番自分に近いところで、その向こうが、ここがガラスの瓶の口ですね。ここはどうだ、ちょっと見えてるかな、少し見えている、向こうがちょっと見えている、ここかな、ここがちょっと見えていて内側に回り込んでいる。こんな感じで、ここは少し形がずれちゃいました。いらないところを一旦消して整えておきます。はい、この辺まで、で、あとは向こうの、そうですね、ここがどこまで行ったんだ、これは、はい、ここが茎というか木の部分ですね。木の部分が、黒く見える枝の部分があって、ここね向こうのつぼみが1つ2つもう1個見えてるかな、どうしよう、ここ微妙ですね、ここもう1個見えてるかな、うん、ここ微妙だな。一旦ですね、ちょっとここまでで、動画を区切ろうと思います。で、
また後日というか次の部でこの続き、もうちょっとねこの左上のあたり、そして右下のあたり進めて、区切りをつけたいんですけれども、ちょっと今日の、動画はここまでにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。